ジェーン・アッシャーは、イギリスの女優、実業家。ジェーン・アッシャーは、ロンドン北西部ウィルズデンで、精神科医のリチャード・アラン・ジョン・アッシャーと、演劇学校教授のマーガレット・アッシャーとの間の3人兄弟の2番目として生まれた。ジェーンの母・マーガレットは、キルドホール音楽演劇学校の教授時代に、ジョージ・マーティンに、大声の演奏を教えた。また、ポール・マッカートニーに、 リコーダーの演奏を教えた。ジェーンは、ロンドンのハーレー街にある、クイーンズカレッジで学んだ。ジェーンの妹は、ラジオ女優として活躍するクレア・アッシャー。ジェーンの兄は、レコードプロデューサーで、バンド、ピーターゴードンのピーター・アッシャー。ピーターの娘で、ジェーンの名にあたるビクトリア・アッシャーは現在、バンド、コブラ・スターシップのメンバーとして活動している。 ジェーンは1952年制作の映画マンディの子役にいな役で初めて映画出演を果たし、1955年の SF 映画原始人間にてケネス・モア、スザンナ・ヨークと共演、1961年にイギリス映画女になる季節に助演女優として出演している。さらに1962年制作のディズニー映画 王子と小敷にレディ・ジェーン・グレイ役で出演している。また BBC 放送のジュークボックス・ジュリーにも出演した。1966年にはマイケル・ケイン主演のアルフィーに出演。数多くのテレビ、ラジオ、映画、演劇に出演し、多くの賞を受賞している。1963年、ジェーン・アッシャーは初めてビートルズと対談した。 BBC ラジオタイムズのカメラマンは、ビートルズにジェーンとポーズを取るよう頼んだ。その後、ジェーンとポール・マッカートニーとの5年間の関係が始まった。ジェーンは、レノン・マッカートニー作としてクレジットされている、この時期の代表曲、All My Loving, and I Love Her, 君はいずこへ、You want see me, 恋を抱きしめよう、h e r e There and everywhere, ほうの o n んのような、 一連のポール自身が作曲したビートルズ音楽に非常な影響を与えた。この期間に作曲されたポールのラブソングはほぼ全てジェーンとの関係が題材になっているとも言える。同時期にレノン・マッカートニーコンビはジェーンの兄ピーターのために彼が活動するバンドピーターゴードンのトップヒット曲愛なき世界を書いている。ポール・マッカートニーは 1964年から1966年までの間、ロンドンのアッシャー邸に曲がりしており、この期間に、ここの音楽練習用の部屋で、数多くのビートルズソングが作曲された。アッシャー邸は、ポールにとって、詩的な刺激の場所となった。労働者階級出身のポールは、ここで、上流階級の、ゆったりとした、稀な雰囲気を味わうことができた。 シンシア・レノンの回想によれば、ポールは自分のガールフレンドとして、ジェーンを非常に誇らしく感じ、また彼女に対して非常に価値を置いていた。またマリアンヌ・フェイスフルの回想によれば、レストランでポールが窓を開けると、ジェーンがすぐにそれを閉めてしまうといった行動を延々と繰り返していたが、特に言い争う風でもなく、ただ少なくともあまり仲が良い様には見えなかった様である。 ポールはジェーンと交際している間も結婚前なら許されるであろうという思い込みから他の女性と一人夜を過ごすという行為を止めなかった。ジェーンとポールは1967年12月25日に婚約発表し1968年2月から3月2人でインドに旅行した。その後ジェーンがブリストルの旅行から予告なしに戻り、 ポールとフランシー・シュワルツがベッドを共にしているのを目撃した後、一旦は関係の修復を試みたものの、結局1968年7月20日の BBC 放送において、ジェーンはポールとの婚約破棄を発表した。ジェーン自身はポール及び彼と過ごした期間についてコメントすることを一貫して拒否し続けている。このため、1968年に出版された ハンター・デイビス著作の伝記、ザ・ビートルズに、ジェーンの記載がなかったと言われている。1971年に、イラストレーターのジェラルド・スカーフと知り合い、10年後、第二子を妊娠している時に結婚しており、現在は3人の子供の母親である。現在は、ケーキデザイナーとして、第二の人生を出発しており、自身のケーキショップを運営する実業家でもある。ありがとうございます。